お姉さんの寿司屋に修行はいらないって。ああ、面白がって読む。面白がって読む。いや、船山君僕全然あれもう間違ってないと思ってますけど。あ、本当ですか。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。ミルさんおつまみからで。はい。はい。清水さんはどれぶりだろう。これね、嫁と一回来てるんですよ。あ、そうなの。それ以来ですか。そうですね。そうですね。奥さんお腹。あ、そうです。まだあのいたと。はい。でも僕ね、自分でやって矛盾してるんですけど、撮影禁止の方が僕嬉しいんですよ。もう楽だから、撮ればいいだけだから、撮んなきゃいけない脅迫観念みたいなのあるんですよ。職業見放題。もう仕事でしょ。仕事なんですよ。本当は撮りたくないんですよ。美味しそうだったのってね、ど真ん中立ち上がって一丸となる。バズが構えたんですそのうち照明とか連れてくんじゃないですかロケやりすぎちゃう。こうかシャッター押せやつ押せ今押せ2,3 人で撮るならパッと撮ってほしいですよ。まあ、撮るのも今はなんかね、そういう呼吸点の楽しみの一つにはなってるとは思うんですけど、ただそれがやっぱ過剰だったりと店に迷惑かけちゃいけないですよね。僕は動画でスローモーションにしてますからね。絶対尺稼いでるんですよ。あ、なるほど。はい、全然撮ってないですよ。でかいなぁ、ほんとに。おうまっ。どうなる。サバですね、ごまサバ。ごめんなさい、九州に帰ってきたばかりだ。食ってないですか、向こうで。サバですね。まあ、言ってみれば、ごまペーストで合わせてやる。ずんがり。あ、美味しい、これ。丸い。そうですね。なんか背筋伸びますよね、この椅子。焼き穴子、明石の焼き穴子ですね。流通してないものの茶碗蒸しでございます。そのまま召し上がってください。清水さんのお店って何年ぐらい乗るんですか。もうここで6月15年か。あ、移転してる。その前にちょっと前バーがあるんで、そこで約10年やってます。うーん。25年9月まで25年です。すげえ。ホタルイカ沖漬けとオイル漬けではないと色ともそのまま召し上がって。おいしそう。そうです、チリのオリーブオイルですね。そうなんですよ。俺らの業界はラーメンじゃない。これもゴリララーメンかと思ったんですよ。ラーメン業界はラーメンだ。そうするとやっぱ当然向こうで。清水さんはなんで寿司屋になろうと思ったんですか。私はね、実家魚だったんですよ。あ、でもまあなんとなくですね、魚屋も潰るのかなと思って、で駅前にスーパーが出始めて、商店街が読むんですよ。これはあんまり寿司屋もな、あ、魚屋もなあまり、寿司屋のイメージがすごく私悪かったんですよ。実家の隣が寿司屋で、よく夏休みになると配達で市場が帰って、9時半ぐらいから市場が帰って、あれ持ってけですね。
お待たせしました。今そこで寝てましたって、座敷で寝てましたから、髪の毛がカボさ、吐く人にカボを吸って新聞読んでるからすごいんですよ。寿司屋つまり、ね、今のうちじゃないだったんですけど、ちょうどグルメブームが始まっとるよ、ね、はいはいはい、はい、で、あの時ちょうどテレビですから寿司屋と荻窪のラーメンをフランス料理屋さん、あーなんかその3つのパターンですね。マセヒロさん集がすごいですね。そう、まさにそう、マセヒロさんが一番こういう時ですね、味のグランプリ、はいはい、で、その時にテレビ出たのが天山の仙台の前さんとか、はい、二郎さんだったんですけど、完全にマセヒロさん、それでお客さんに媚びない、ラシッとしたかっこいいな。で、そっち行こうと。で、高校、内心悪かったので、定時で行きながら、友達の寿司屋でバイトしたりしたんですよ。で、免許を、クローン免許を、府中、めちゃめちゃ混むんですよ、サメズ府中。僕も府中でしたから。はい。そうなると、府中がとにかくダントツに混むんですよ。で、もう、チケットで時間あるだろうなって、漫画も、本を書いて、本屋に書いたんですよ。その時に、パッと見たのが神田鶴橋寿司丸です。鶴橋、はいはい、で、その時ちょうどドラマでやってたんですよ。息のいいやつで、NHK が、めちゃめちゃ面白かったんですよ。鶴橋って、もう一緒にいるんですか。鶴橋の親方が修行の時なんですよ。へぇー。だから戦後すぐの柳橋で、カリン会の、で、それをちょうど寿司屋のバイトしながら見せたんですよ。あれだ。そしたら、まあ、非常に感銘を受けて、手紙書いて知らせてくださいって。だからその親方、神保町の鶴橋の初代の、はいはい、ちょうどたまたま連絡があって、今人が店員いっぱいなんで、なんだけど、うちにいた僕は新橋で、味噌してから、そっちに回してもらって、それが私で。新橋の鶴橋です。あいやでもなんかいろんなの寿司、携帯出てきてますけど、やっぱクラシックに戻りますね、僕は。まあ、そうですね。美味しいです。いいですね。寿司屋って感じですね。この店は。寿司屋って感じだよね。いや、寿司屋っぽくない寿司屋多いですよ。飲み屋。飲み屋さん。そうそうそう。飲み屋が多い。部屋の天井まで吹き上がる。シャンパンじゃない。え、何それ。あります、一回そういう企画がありましたね、今みたいな、はい、全部なくなっちゃったみたいな勢いで4本ぐらい開けて、4本とも全部開けなっちゃってこれは開けてみたいな。結局ブルゴーニュになっちゃうんですよね。そうですね。まあまあやっぱり最終的にはブルゴーニュとシャンパンブルゴーニュ、そうですよね。ただそのドイツの甘いワインはあまりにも皆さん評価されてないんですけど、非常に世界的に評価されてるワイン、だからカテゴリーが違うだけなので、なるほど。だからチリのトップオーザとかすごく美味しい。最南端チリの南極に近いと皮付きなんですね。はい。うまい。夏っぽくなってきましたね。それでちょっと高い日がセリバー朝4時半ぐらいで上がるんですよ。寝てんの、すいません1万2500円ですけどセルでいいですか。はい、2500円セル。いや高いなと思って、今2500円だと全部買っちゃう。え、それ何年前の話ですか。20年前。あー、その頃の後にじゃあ全然ポンポン出してたよかったんですよ。めちゃめちゃ こっちに入ってなかったから知らなかったですよね。で、やっぱりその沢田さんとか、海さんとかが直に、それが知れるじゃないですか。それと今度は築地にちょっと引いてよって話。あれそれがいけないんですよ。やっぱあの情報が多すぎてダメですね。そうそうそう、僕発信したようにしなきゃダメですね。何せページとかやめてください。そうそうなんですよ。もう社長に言うよ、調子の金目とか。そうそうそう。もう遅いです。だから僕最初にやった時にあのアカウに使ったのが、あ、そうなんですか。京都の松本大輔の時期に買い物しました。そんなに興味がないんです。
や寿司屋丸いんですよ今何さんですって言うから、言うのやめましょう、そう言うのやめましょう一斉でだからお客さんも聞きますよね、まあ、聞かないんですよ産地なんで、いやどこだろうねとか言ってる海知らないジローの親さんなんか本当にね、どこですか海って言われるいやでもそう産地を聞かないと美味しいって思えないっていう現象があるあ、ね、自信がないですね、そうそうよくデパート買いに行ってあこれ肌触りいいなデザインいいな買ってみて買ってみたら例えばアルマニとかそういうのがまあ本当の買い方、まあ逆なんですよね、産地から一番ブランドのものが売れるのって日本らしいですからね、あ、うん、IKKO さんの今いくらですか、500万ぐらいじゃないですか買ったの120万ぐらい、150万ぐらいですあ、出てます、そうデータのもありました、俺買ったの全然でも車乗ってるような感じですよ、それで、俺も私もロレックス一つ持ってて結婚式したんですけど、じゃあペアで買おうかっつって、うん、一番地味の地味なやつで、なんか薄ピンク色のやつをペアで買ったんですけど、2人でね、50万ぐらい、あでそれ思い出して、その当時帰ってきた時にもうちょっと出してよ、久しぶりにしようかっつって、もうほんならどっかしまっちゃったっていや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 ふーふーしてその程度だからいやいやいや、扱いこういうことやって、あれやって、こんなことを学びながらって言ったら、今から独立するともう絶対嫌だなあの時に僕が来たら今はそうなんだよ、なんでこんなこと始めちゃったんだ、お昼休み、全部昼より昼何巻握ってんすかもう 2ヶ月、3ヶ月ぐらい経ったのに、ね、朝起きて店の2階に泊まったんですよ、一人で、まだ結婚もしてなかった、朝寝坊で買えなかった、うーっと怒ったんですよ、これ、ね、手をバーッとすごい痺れたんですよ、骨折れた、やったら休めるぞ全然折れなかったこの小肌、清水さんの小肌ですね、ああはい、すごいなんかしっかり酸味を感じる小肌ですね、あんまりちょっと緩いのが基本的に好きじゃない、結構ジューシー系最近多いんですよね、うん、なんかふっくら仕上げるみたいな、これがなんか江戸前の小肌感ですね、はい、面白がって読むのいや、名前も全然あれもう間違ってないと思うんですけど、あ、本当っすか、商売するだけなら、あ、僕もそれはそっちある、だ例えば、例えば、堀江さんが寿司やったら、うん、もう弁当の寿司買ってきても商売になるんですよ、なるほど、うん、絶対いらないんですよ、うん、そうじゃなくて、だ例えばこの子たちがあの で、まあ、なぜいわゆる修行という言葉になるかというと、うん、はその寿司屋で独立してるのは人間がまだ形成されてないじゃないですか、うん、お寿司を通して、まあ、いわゆる修行してるってことだったらそれだけなんですよ、もう本当人間ができたら何にもいらないですよ、何でもできたら IKKO さんって言うんですよ本当にあと何巻ぐらい出るんですか、あとね今ホッキ、エビ、小柱、ウニ、あ、はい、いやです、もうないですはい、もう一つ今日結構飲んでるな、はい、ダブルで悪く言わないで、いや、悪くないうん、うまい、こう昼間やってんすよ、待ってます、はい、おはようございます、はい、じゃ時間制じゃないですもんね、昼、まあ一応12時からになってます、12時から、まあ、適当に、うん、わけわかんなくなりません、ね、握っててこの人なんかこれなんだみたいな、まあなる時もなくはないんですけど、まあ大体 ならないようにこう気をつけながら、でもそれってボケないですよね、絶対ボケないと思うんですよ、二郎さんはまだやってるんですけど、私はボケたら言えませんでもう99歳、いやすごい、今年ですよ、
いや、清水さん貸し切りできないですよ、なかなか。この貸し切りは、皆さん同じ方向を向いてらっしゃるので、うん、接待の貸し切りとかになると、半分の人も食べる興味ない。もうそれ、接待って上司が食わないと、うん、手つけないですよね。あれ最悪です。だからあの、ホスト役がどんどんうまく導いてくれるといいんですけど、そう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 、なかなかないんですよ。言いましょう、今何食べたか分かってます。はい、ミコさんのおかげで同じ方向に、同じ目的でいらっしゃるからいいんですよ。そういう意味では何の問題もないんですけど、そんなになんかこう、そっちに手をつけない方いらっしゃるんですね。あります。最低ですね。だからまあ、接待となるとやっぱ寿司は向いてないんですよね。もう、宴会の店とか、そういう方があんまりね、そういう制限というのもつけたくないですね。写真もそうですけど、おいしいって、そうせざるになくなっちゃう。アホが多いから、それに合わせないといけなかったじゃないですか。何事もなく、静かに、あの、乗り乗り、このシャリと乗りだけで、うん、シャリと乗りだけですごく美味しい。いや、うまい寿司はやっぱいいな。これ食べると小柱使いたい。はい、うん、すごい、うまい。いや、ウニ美味しい。ウニうまいですね。最後、ウニの香りがすごくいいですね。これですよ、アナゴの香り。うん、食ったな。はい、ひとまずこの辺で。はい、満腹。もう満腹。幸せ。甘鯛だって、30年ぐらい前か、京都行ったら普通の赤甘鯛なんですよ。はい、それでその前に大阪行った時は結構白甘鯛作ったんですよ。うん、で大阪人で白甘白甘って、うん、で京都行って白甘あんなまあ下品な魚で、あんなもうあれも使わんなーとか言ってるんですよ、京都の人。今みんな白です。白ですよね。やっぱりどうしてもボリュームある味を求めてしまう。どっちがいいかってことは私らが言うべきじゃない。客を決めると。そうです。どっちも良さあるんですよ。あ、まあ確かにこうあるべきってなんか決めすぎる。決めすぎる。可能性しょうがないですよ。そうですよね。ね、でもその柔軟さが清水さんにあるじゃないですか。お任せ始めたりとか。そういうのもいいもん。いや、そのほらね、昔からのあの伝統的な系譜なのに結構柔軟性がすごいなと思って。僕にはないんです。助けてください。知りません。いやでもね、あのお任せやった時に、うん、IT ってそのテクノロジーってすごいなと思ったんですよ。いろんなことが。いや、こっち側からお客さんに分かんないようにいい意味でサービスできます。そうなんですけど、一回清水さんがうちに来た時に、清水さんと文江ちゃんと浩二君来た時に、文江ちゃんが何でやったんですかっていう、なんか討論会みたいな、うん、難しい時代に僕らっているんだろうな。そう、でもね、やってみて思ったのは、携帯ガラケーからスマホに変わった時、メールから LINE に変わった時、うん、僕もすごく抵抗したんですよ。別にガラケーでいいじゃん、メールでいいじゃん。たまたま僕は友人が死んで、地元の仲間と会ったんですよ。で、LINE やろうってやってみて思いました。なるほど、流行るのは便利でいいですね。世の中ってみんなそうです、はい、いいものはいいんです、はい、いやでも便利なものそうやって言ってもらえるのは、ね、YouTube さんがやるからびっくりしましたよ。だから清水さんがそこに踏み込んでくれるから安心して僕らができるようになってるから。まあやってみて、それでじゃあ自分はどうなのかっていうのは常には、まあ、自分を見返してはいますからね。